全部の業のなんか3割4割くらいで、普通のあの支援としてのお仕事も多いです。そうですね、なんかやっぱ帰ってきてからなんか携帯もらってそこで改めて見るところってやっぱちょっとラグがあったりとか、どうしてもみんなが来始めるとパタパタしちゃうので、ありがたいです、うん、なんか夜昨日眠れなかったのでお薬追加しましたとか、うんうん、週末テンション高かったですとか、なんかそういった時とかもあのここに書いてもらってます。天井の人がバーって書いたのを確認してますね。絆創膏変えますか？違う、パソコン変える。あ、座ります。大丈夫。気をつけて。大変でしたね。これもいいや。チャックします。皆さん。高校生の頃の、進路について考えた時です。もともと私が3兄弟で、3兄弟の真ん中で兄と弟がいるんですけど、こう2人がこうべったり両親を取っているのに対して、私はよくこう祖父母に預けられて、こうおじいちゃんおばあちゃん大好きっていう感じで、はい、育てられてたところがあったので、高齢者の方に対して、まあ、何かあのお役に立てるような仕事に就きたいなってずっと思ってたところ、あの看護師なんかどうって母親に言われたりとかもしたので、あ、じゃあちょっと目指してみようかなって思ったところが、はい、きっかけです。そういいですよ。今日お薬飲む人たちのリストですね。リストを出して。服薬は私以外にも他の支援員の方にも介助に入ってもらってるので、その方々にも分かるようにと、あとは間違いがないように職人の用紙を出してます。ゴーラグ、みんないつ取られるか分かんないですからね。顔作って、顔作って。ゴーラグ、散歩行きます。行きます。行ってらっしゃいまし。大さん、おはようございます。うれしいなチャララララこの夜に胸を輝く夢、君も列を組んでいろいろね、持ってるよ。そのペーパーの綺麗なゴールド持ってますよ。なぜなら運転しないから。ね、病院の方であの病棟だったり手術室だったりとかを、7年ほど、はい、経験して、で、育児休暇をもらって、まあ、2年ほどのブランクがあってからここのハッピーネットで、はい、それからはお世話になってます。子供が生まれてまだちっちゃかったので、託児所がついているところを、まあ、探すってちょっとリアルな話になっちゃうんですけど、あの託児所がついている場所をって探した時に、あのこちらの施設の見学をさせていただいて、まあ、あの素敵な施設だなって思ったので、それがきっかけです。お茶、ありがとうございます。お熱を、ありがとうございます。
ます飲みます。乾燥してるからお茶はたくさん飲んで大丈夫、さあ今日のお豆の煮物の五目煮の中には何が入ってるでしょうか。豆正解。はい頑張って。おつゆ、いいよ。オッケー、仕上げしてもいいですか。おーい、じゃあ仕上げもらいます。いいですね、自分でできましたね。自分の体調が悪いとかどこか痛いとか何かこう辛いところをやっぱこううまく上手にこう周りに伝えられないということが多いと思うので、ご家族の方だったり普段関わってもらってる支援員のみんなだったりがなんかちょっと変な様子があるよとかちょっと顔が赤い気がする、いつもより少し元気がない気がするとかそういった言葉をないがしろにせずに自分でも引っ掛けてよく見るようにはしています。やっぱどうしてもねその辛いところとか言えなかったりあとは言うのを我慢していたりとかすることもあると思うんですけど、そういうのはこちらで先手先手でこう気づいてあげられるように普段対応を心がけています。これから休憩をいただきます。釜揚げうどんですよ。釜揚げうどん、そうちゃんとおつゆ円のコップで和牛丼食べます。孤独のグルメ。大丈夫？だよ。大丈夫です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 よ。大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあこれやったらなんか違うやつやりましょうよ。それとも違うやつ持ってきますか？マンダズードオフワリアニ。行くの？行くよ。帰り。次はね。こっちがなんか絆創膏を一つ貼るにもすごく警戒したりとかやっぱ怖くてこう受けられないとかそういったのもあったりするので普段からこうこっちが支援のみんなと同じようにこう関わることでこう信頼を寄せてもらえるように、気をつけてます。そういうことで初めてこう絆創膏を貼らせてもらったりとかちょっと何か辛いところを見せてって言って見せていただけたりとかそういったところにつながっていくので、なんかこうちょっとしたこう気持ちとかがこう言いやすいような関係性を築けるようには普段から、注意してます。ハッピーバースデーユー。はい、おめでとうございます。病院では経験できなかった仕事をたくさんこう任せていただいたりとかするのは私はちょっと嬉しくて活動を担当させてもらったりとか今も自立課題とか音楽の活動とか創作工作みたいな活動も担当させていただいたりとか広報誌の作成とかもやらせてもらったりしているの で私はその病院勤務だけでは絶対にできなかったことだったのでそれはやりがいを非常に、感じてます。お願いします。いい意味で看護師としてのプライドはちょっとこうほどほどにしておきながら
支援員の方にあの仕事を教えてもらったりとかすることでその自分にはなかった引き出しがあのたくさん開かれるかなと思ってます。今例えばその病院勤務ではなかなかこう時間が取れなかったりとかゆっくりお話できなかったりとかどうしてもこうシビアなあの状況とかも多いと思うんですけどあの今はあの非常にゆったりとした時間だったりとか貴重なあの活動の時間とかそういったものを一緒に経験させてもらえてあのすごく楽しいあのお仕事になってますので、はい、あのぜひあのなんていうんだろうな経験していただけたらいいのかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。